はい、そのDです。そのDではスピーチ審査の様子をお送りしたいと思います。どうぞご覧ください。ベストオブディズニーの大会スピーチ審査のお時間です。エントリーナンバー1、加瀬瑞希さん。エントリーナンバー1番、新潟県長岡市出身の24歳、加瀬瑞希です。自分革命、これは今回のコンテストで私が見つけたテーマです。私は小さい頃から周りの意見が気になり、自身の見た目や価値観に自信が持てませんでした。自分の殻にこもり、周りとの交流を避け、拒食症や過食症などの摂食障害を患ってきました。ですが今回コンテスト3回のチャンスをいただいたことで、自身に自信がつきまして、さらにビューティーレッスンでの講師の皆様や事務局の皆様、ファイナリストの仲間たち、そしてふるさと新潟にいる友人や家族の支えを強く感じ、少しずつ克服することができました。これはまさに自分革命の第一歩だと思っています。そんな私には目標があります。それは世界中の女性を自信と美しさで溢れさせることです。そのために自身のアパレルブランドを作りたいと思っています。自分革命を起こした私が世界中の女性を強く美しくしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。エントリーナンバー2、アイキサラさん。エントリーナンバー2番、アイキサラ、新潟市出身19歳です。私はモデルになりたいという夢があります。昔からたくさんのオーディションに受けてきましたが、一度も一番になることができず、誰かと自分を比べ、自分には無理だと自己嫌悪に陥ってしまっている時があり、夢を諦めかけていました。そんな時この大会に出会い、ビューティーレッスンを受けていく中で、今戦うのは相手ではなく自分なんだと気づくことができ、自分を認めて自分を大好きになることで魅力や個性がついていくんだと気づくことができました。そして絶対に一番になりたい、そう強く思うようになりました。私は女性のオピニオンリーダーとなり、この私を成長させてくれた大好きな新潟の発信や、自分は自分次第でどこまでも変われるんだよということを伝えていきたいです。新潟から世界へ必ず行きます。よろしくお願いします。エントリーナンバー3、小島明穂さん。私がビューティーレッスンを通して感じ、伝えたいと思ったことです。私は自分の身長や外見にコンプレックスを抱いていました。そんな自分を変えたいと強く思い、誰よりもビューティーレッスンに参加しました。ダンスやウォーキングでは自分の手足の長さや身長が武器にできることを知り、綺麗に見えるように毎日練習しました。また生活習慣を改善し、姿勢や立ち振る舞いが常に美しく見えるように心がけました。自分と向き合ったことでコンプレックスを生かすことを知り、自信へとつながりました。今までの努力を糧にして進化し続けることで、同じように悩みを抱えている人に希望を与えていきたいと思っております。そのチャンスを私にください。新潟の代表として精一杯頑張りたいと思っております。よろしくお願いいたします。
エントリーナンバー4、榎本千紗さん。エントリーナンバー4番、榎本千紗、胎内市出身、20歳。私はふるさとである新潟県、そして胎内市が大好きです。私は将来新潟で就職し、私を成長させてくれたこの土地に恩返しをしたいと考えています。大学入学当初は教師になるのが夢でした。そこで教育学部に進学し、実際の教員現場を目の当たりにし、教員をもっと働きやすい環境や生徒一人一人が学びやすい環境を作りたいと考えるようになりました。そのためには自分自身が成長し、新潟に貢献できる存在になる必要があると考えました。ベストオブミスを通してベストオブミスを通して得た他人ではなく自分自身に勝つという経験や、世界に目を向けた考え方、そして大学での学びを生かし、新潟で貢献すべく行動力のある女性になりたいと考えています。応援どうぞよろしくお願いします。エントリーナンバー5、良田佐藤さん。エントリーナンバー5番、良田佐藤、長岡市出身、22歳です。私は美で新潟を盛り上げていきます。ビューティーレッスンでメイクや女性の立ち姿などを意識するようになり、見せ方が変わりました。レッスンや仕事との両立で厳しいこともありましたが、ポジティブな考え方や何事にも全力で取り組むことを心に意識し行ってきたことによって、今このステージに立てています。新潟で活躍する講師の方々から多くを学び、私も新潟を盛り上げたいと強く思うようになりました。ウォーキングでも綺麗になった私の姿を見ていただきたいと思います。ありがとうございました。エントリーナンバー6、佐藤みーなさん。エントリーナンバー6番、佐藤みーな、新潟市出身、21歳です。私は今回このベストオブミスに応募する決意をしました。その理由は、私が発達障害を持つ私がこのステージに立つことで、誰でも何も何かに挑戦することを諦めなくていいと皆さんに我が身をもって伝えられると思ったからです。今回私はこの応募を願掛けにしていました。私が今日ここでこの舞台で話をできることがもしできたら、私も自信を持っていいと思えるようになる、そういうふうに思ったからです。2ヶ月間のビューティーレッスンの間、何度もパニックの発作や過呼吸などが起こるかもしれないと思って、本当に怖くて何度も途中で辞退しそうになることが思ったことがありましたが、でも今私はここに立つことができています。今私がこのステージに立っているその姿を見た誰かが、あの発達障害のファイナリストもここまで最後までやれたんだなっていうことを見て、それが支えになったらいいなというふうに思ってここに立つことができました。ありがとうございます。今日から私は新しい私として自信を持って、新しい
自分に誇りを持って生きていきたいと思います。どうかこれからの私に応援をしてください。ありがとうございました。はい、ファイナリスト全員のスピーチを聞きまして、地元新潟が大好きというのをモットーを掲げ、自分自身の目標、熱意が観客外すごい伝わってきたと感じました。はい、次のスペシャルゲストとのコラボウォーキングのあるその3に続きたいと思います。それではファイナリストの皆さん、前へお進みください。